つわものは。必殺一撃。はい。さすがに怒りますよ。いるのですか？お、神竜様。今ロウを溶かしてキャンドルを作っているところです。すごいですね。キャンドル作りが趣味なんですか？趣味というと聞こえがいいですが、まあ暇つぶしですね。暇つぶし？人生は死ぬまでの暇つぶしなんていう人がいますが、俺はその考え方に賛成です。ゼルコバは哲学的な人なんですね。話す言葉も意味深な感じがしますし。そんなことないですよ。確かに俺は意味深なものの言い方をします。でも全く意味がありません。これも暇つぶしの一つ。意味など何もない自己満足なのです。むむむむむむむ、来た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 。アイビー様、今晩のおかずは唐揚げじゃ。そう、反応が薄いの。アイビー様は唐揚げが好きではないと見える。そんなことないわ、別に普通よ。ならばなぜそんな怪訝な顔をしているのじゃ。花月のその予知能力よく当たるわよね。くだらないものしか予知できないようだけど、的中率は今のところ100発100中。その通りじゃ。褒めてくれてよいぞ。いいえ、得体が知れない能力で不気味だわ。なんと、オルテンシアの表情いただき。え？な、何よロサード。じゃん、似顔絵を描いたんだ。素早く絵を描いちゃう俺の得意技。ほら、鏡に映したようにくっきりとオルテンシアの綺麗な表情が描かれてるでしょ。何よこれ、ぼーっとしてて全然可愛くないじゃないの。私としたことが不覚だわ。ちゃんと表情を作るからやり直して。そうかな、このオルテンシアいい感じだと思うよ。何言ってるのよこんな表情、私っぽくないんだから。はい、これが完璧な決め顔。もう一度似顔絵を描きなさい。さっきの顔の方が良かったのに。ねえねえゴルドマリー、俺に料理の作り方を教えてくれない？別に構いませんが、急にどうしたんですか？俺思ったんだよね、俺とゴルドマリーならとーって俺の方が可愛いじゃん。は？でもゴルドマリーは料理が得意だからさ、その分負けてるかもって。そんな状態は良くないから、俺も料理ができるようにならないと。はい、すみません、可愛さも私の方が勝ってますけど。じゃあそれでいいよ。とりあえず今日のところは、とにかくさ、料理を教えてほしいんだ。頼むよ、俺の可愛さに免じてね。
教えてもらおうとしている人の態度とはとても思えません。ですが、まあ友達の頼みですし、特別に教えて差し上げてもいいですけど。